これからアニメ銀魂再開にあたって坂田銀時氏による謝罪会見が行われる模様です。遅れてるようですね。まだ到着していないようですが。あっ、来ました。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。この度のアニメ銀魂の失態につきまして、関係者を代表しまして、主役の私坂田銀時が、謝罪と釈明会見を行いたいと思います。まずは完結しなくてすみませんでした。質問よろしいですか？あ、はい、どうぞ。まずは今回の事態に至った経緯を教えていただきます。おい、泣くの早いよ。まだ何も聞いてねえよ。私は劇場版が興行収入17億もいくなんて、ファンの皆様には本当に感謝の気持ちでいっぱいだよ。でもまたスーツ着た彼の亡者どもに目をつけられ、そうかと思ったら突然サンライズじゃなくなってるし、 B に至っては女遊びがやめられず、でもね、皆さんに何がわかるって言うんですか？ B の何がわかるって言うんですか？何言ってかよくわかんないんですけど。ですから、私がこの場で皆様に伝えたいことはこんな感じだ。今謝ったんで銀魂再開します。ふざけんな！サイコパス！